ご主人様、大丈夫ですか？ご主人様、かわいそうです。ご主人様が優しくしてくださるから、はい、ご主人様、忘れていたことを思い出しました。そうですか。怪我したの？エーゲンズ先輩怒ってたよ。なんかした？怪しい。待て！逃げるな！主人様、ヨシミ様がお上がりになりました。ユイト、上がったよ。お湯の素入れといたから。
あれ、ユイト、珍しいね。どうしたの？エーゲンジ先輩？うん、あったまいいんだよ。ユイト、なんか変なことしたんじゃない？名前は？お前…なんでもない。目が覚めると朝だった。そばで源と平野が眠っていた。ロボットは多分食事の準備でも始めているのだろう。私は一人屋上へ上がった。今日のことを考えると不安だった。また記憶喪失になってしまったらどうしよう。昨日のように。おい、何を当たり前なこと聞いてんだ。頭？なんかスースーするな。げっ。は？ごまかすな！なんで私が裸なんだ！このスケベ野郎！そんなことをしようとしてたのか！昨日のやりすぎちまったかな。平野があんなことするはずがないもんな。なんで覚えてないんだろう。平野に追いかけられて逃げて地下室が見えて、それから気がついたら平野がいたんだよな。服も脱いでて、なんで覚えてないんだろう。小学校の時からずっとこんなことばかりだな。同級生に掃除用ロッカーに閉じ込められて、気がついたら私は教室にいて、男の子が謝っていた。後で友達からミキって泣くとすごい子供みたいと言われてびっくりした。泣いた記憶なんてなかったからだ。他にも似たようなことはあった。気がつくと自分が全然知らないところにいたり、気がつくと数時間が過ぎていたり、気がつくと買った覚えのないものを食べていたり、親にはもちろん話していない。話したって信じてくれるわけがないから。私はお母さんが嫌いだ。時々覚えのないものを買ってきたり、しょっちゅうメガネをなくす私に対していつもヒステリックに怒鳴りつけるだけ。いくら知らないって言っても布団たたきを持ち出して私を部屋の隅っこに追い詰めて、私が泣いているのに何度も、本当に知らないのに、自分でもわからないのに、絶対しないでおこうって思ってるのに、痛さよりも分かってもらえないのが辛かった。いつもあざを隠すために体育を休みながら、ぶたれながら死んじゃえたらいいのにと思う。そうすればきっともう変なことはしないから。
記憶喪失もなくなるから、ずっと、ずっといい子でいられるから。4日になっちゃったね。ずっとずっと合宿だったらいいのにな。何？何が？うん、ゆいとは思わないの？エーゲンジ先輩嫌いなの？だって先輩って9月でタイプじゃん。うちの習わしでしょ。苦手かと思ってた。ゆいと人相悪いから。別に。もうすぐお昼だな。お前と私、そうだな。
あの、昨日はごめん、ひっぱたいちゃってびっくりしたんだ。気づいたらいきなり、本当に私が誘ったのか。叩くつもりじゃなかったのに、つい。でも痛かったろ。そう。幼稚園の時のことはよく覚えていないから。私ってそのどんな風なんだ。だからそのおかしくなってる時、怒んないよ。それで何？お前、デタラメ言うな。そりゃそうだけど。